安徳君。ではな。这一只应该不好打。干嘛干嘛？乱了你！怎样？调皮哦！下面变成那个呢？掉哎呦哇，双连击哦！呜，锤！
哎呦！完了完了，弄不起来。哪里有啊？哎呦！再上去啊，操！跑掉了。他那个二连击还好，我都有闪掉了，不然如果没闪掉，我应该被敲到变北齐。这里设陷阱了。
啊、不来呢？这里啦，哥哥，这里，这里，这里，干！靠北，他把他弄断了。妈的死北蓝呢、欸。我操你。掉
哎呀！哦！干跑掉。跑，这样也要跑，那不是占很上风了吗？这里没补血了。
哪有？完了完了，操你妈的，干干你娘鸡巴，人家鸡巴呢，看他妈的往死里打。这是尾巴吗？对。嗯，那他要跑去哪里？跑来这了。
这里啊。锤！哎呦，这样打得到、哦？我看你。所以这里都锤掉了，哎，好吧，干，废物，哎呀！搞定，搞定！哦，打这一只真的累啊。辛苦。它是什么材料啊？搞得我们这么累。
というかその、うん、形も大きさも申し分ない。これなら使えそうだ。ありがとう。じゃあ俺は行くから。もっとたくさん。就这样。新しい用あるんだろう。それじゃ。今日は大将。またぞろ忙しくしておるが。こうなったらな。またね。妈的，又是这个老头。瞭望他。景色が良いほど酒もうまくなる。それが世の断りよ。それでどうだ？港復興の神輿さんの働きぶりはよ。怎么讲话好酸呢？操！お前さんの生きる目的とやらも見つかるかもしれんぞ。ほう、驚いたな。だが。獣どもを軽々と飼ってしまうお前だ。この程度、朝飯前なのかもしれん。俺はごめんだがな。俺は昔からここでよく飲んでおった。港が一望できるこの景色が好きでな。お前が来た頃と比べれば大層変わったもんよ。これからもお前がおってくれれば、港はさらに盛り上がり、大きゅうなってゆく。などと思わんことはないが、こればかりはお前さんが決めることだからな。まあこちらばかり変わっても港の外の景色が変わらんことには。ん？なんだあの空は。夜だというのにこうこうと明るく。あれは燃えておるのか。丘の方で煙が。急ぎ確かめに向かおう。何が起こっておるというのか。奔峡古道。直接过去是。やはり山火事か。あちらは大桜のある方向ではなかったか。俺は港へ戻って状況を皆に伝えてこよう。お前には火事の様子を伺ってきてほしいが、頼めるか。調查火事。直接飞过去就好了。宝贝，怎么？金石，哎，这是那个古迹耶。该不会是火焰鸟吧？哦，操你妹的，又一只哦！变虎龙吗？
啊，不打了。就这样拍拍两下就走了。炎の鳥と風の虎、二頭の獣が争っておったせいだと。それだけでこれほどの大火事が。いや、国ならしやアマテラスのことを思えば当然か。玉カズラたちの言っていた金の砂やら炎やらは、その獣たちがもたらしたものだったってわけだね。そこらの獣が悪さをした程度のものだと思っていたが、炎の鳥も風の虎も港では確認されたことのない獣だ。少なくとも記録には残ってない。おそらく東の国の外からやってきたか。今の日の本は至る所で戦が起こってる。そのせいで住処を失った獣がまかり間違ってこんなところまで来てしまったのかもしれないね。どれもこれも戦のせいというわけか。俺が言えたもんではないが、武家とは迷惑なものよな。となると、その二頭はこの地で新たな縄張りを築こうとしている可能性が高い。それが重なった結果、今回の激突につながったと。はあ、あの二頭を両方とも撃つしかなさそうだ。两只都收拾了。獣の力が原因なら、倒さない限り鼓動の炎も消えないだろう。そしてこのまま炎が広がっていくと、港は人の住めない焼け野原になる。家もせっかくな。いつもいつもすまないが、頼りに。二頭はぶつかった後、いや、それぞれ一、確か炎は夏子たちの。この東の国の獣を物とも。帝国化兽。麻烦。あんたならきっと大丈夫。船が燃えちまった。今はこんな依頼が来てるぞ。こいつはあんたに頼ってばかりで。不是啊，可是我现在装备是烂的，我怎么搞啊？我应该先打第三章这个吧。我把这些打完吧。第三章嘛，打完又是一堆玄奥，然后一直打，一直打，一直打，这要打到什么时候？我就问。对啊，这里又一只新的。我们是要打到我打到天荒地老哦。
来这吧，来这吧，哥哥。靠右，阿江就给我跑掉，理你！中，哎呀，
这枪撞得到。对嘛，这个是不是就是那个啊？因为是第三章的，所以比较没那么强。